エアダスターパソコン内部の清掃にエアダスターを使用している例エアダスターはノズルから機体を放出しホコリなどを吹き飛ばす道具である。コンプレッサーによって作られた圧縮空気を放出する空圧工具や圧縮したガスを封入した使い捨ての缶入り製品がある。圧作空気を使うものはエアダスターガン、エアブローガンとも呼ばれ缶入りのものはエアブロワー、ダストブロワーや ダストスプレーとも呼ばれる。洗浄液などを吹き付けるスプレーとは異なり、エアダスターは機体のみを放出する。ただし寿司店などにおいて、ノズルと組み合わせて、水道水を吹き付け、魚の血合いを押し流す、調理用具として使われることもある。掃除機のような道具で吸引したり、ブラシなどで払ったりといった方法が利用しにくい。対象物に付着した。 埃などの細かい異物を取り除く用途として作られている。エアダスターは固定電話のボタンやパソコンのキーボードなど、ブラシなどの毛先が届かなかったり、吸引力が弱まるような細かい部分に入り込んだり、た異物を飛ばす。また、対象物の表面に傷をつけたり、静電気を発生させたりすることなく、異物を除去できる。一方、周囲に勢いよく、 異物を散らし、粘着した汚れに対しては、効果が弱い。圧縮空気を用いたエアダスターは、コンプレッサーの圧縮工程で水分が凝縮して、タンクに溜まり、湿度の高い空気が吐き出されたり、コンプレッサーの機種によっては、潤滑油が圧縮空気に混入する場合があるため、これらの付着を避ける必要がある対象物に対しては、水分や油分を除去するフィルターや、 オイルセパレーターが用いられる。缶やガスを消費しないため、廃棄物や大気中へのガス排出が少なく、ランニングコストが低い。缶入りの製品は、コンプレッサーの電源や、圧作空気を送るホースなどが不要で作業できる範囲が広く、コンプレッサーなどにかかる初期費用が低い。パソコンなどの精密機器や家具などでの利用に向けて、OA 機器メーカーや OA サプライメーカーなどから、 販売され、家電量販店や、ホームセンター、パソコンショップで取り扱われている。フロン、代替フロン充填製品については、フロンガス、代替フロンガスが、火器や高熱と反応して、フッ化水素その他の有毒ガスを生成する、危険性がある。可燃ガス充填製品については、可燃性ガスが、火器や電気火花と反応して、引火、爆発する、危険性がある。 よって、どちらの製品でも、室内で使用する場合は、換気を十分にし、ストーブ、ヒーター、エアコン等の使用、水事や給湯用のガスの使用も、完全に中断しなければならない。また、可燃性ガス製品については、ガスの室内残留濃度に注意を払わないと、換気のための換気扇や扇風機などの、モーター火花により以下、爆発する危険性がある。さらに、 室内にガス警報器が設置されている場合、警報器が鳴る可能性もあり、対策としては使用時に警報器をポリ袋で覆うことをガス警報機構業界は推奨している。機器に使用する場合、滞留した可燃性ガスがスイッチ、機構やモーターなどの火花で引火、爆発することがあるので、確実に電源コンセントを抜いて放電させてから使用し、 使用後も対流ガスが十分抜け切るまで電源を繋いではならない。特に DME ガスは空気より重く滞流しやすく、シュレッダーにエアダスターを使用してン火、爆発する事故がよく発生している。逆さにしたり傾けたりして噴射すると液化ガスが噴出されるものが多く、この液化ガスは気化熱により非常に低温となるため、凍傷や機器の破損につながる。 危険性がある。逆さにしても問題なく使用できるタイプもあり、製品の注意書きには、逆さ使用の可否が記載されている。液化ガスが出ることを逆手にとって、発熱部の冷却に使うエンスジアストもいるが、製品本来の目的外使用であり、多くの製品には、清掃以外の用途に使用して起きたことについては、責任を負わない、胸の記載がされている。 戦術の通り可燃性ガス製品だといいか、爆発の恐れもある。缶入りエアダスターの場合、かつては高圧ガスとして代替フロンが一般的に用いられていたが、環境対策として2004年頃から徐々に代替フロンよりも地球温暖化係数が低い DME と代替フロンを混合した製品、DME のみ使用した製品や二酸化炭素、 プロパン等を使用した製品も出回っている。DME やプロパンなどの可燃性ガスを使用している製品には、火器と高温に注意を促す表示がされている。フロンラベルの指定製品である。ありがとうございます。